レネパイネンは、オランダ、北ブラバント州、ウーンスドレヒト出身の元自転車競技選手。6日間レースで、歴代第3位となる通算72勝をマークした。なお、本名はマリヌス・アウフスティヌス・ヨセフス・パイネンという。1968年メキシコシティオリンピックの 100km 団体ロードタイムトライアルにおいて、ヨープズーメルクラと共にオランダチームの金メダルに、 貢献。翌1969年にプロに転校。とりわけ6日間レースでは、ベルギーのパトリック・セルキュやオーストラリアのダニー・クラークと、共に通算勝利数争いでしのぎを削った。ロッテルダム6日間レースにおける通算10勝は、同レース最多優勝記録。主なパートナーは、同胞のレオ・デュインダム、イタリアのフランチェスコ・モゼール、パトリック・セルキュ。 ゲルト・フランクラが挙げられるが、トラックレースに日頃から、不慣れな著名、ロードレース選手がとりわけヘパイネンと組むことを好んでいた。傾向があり、ヘリー・クネットマン、ヤンダース、ジュゼッペ・サローに、ロジェ・デ・フラミンクといった選手たちもパイネンとコンビを組んで、優勝を経験している。また、1970年と1979年には、通算発祥をマーク。 また1983年には7勝、1984年には6勝を挙げている。ちなみに1970年、1971年には、ブエルタ・エスパーニャでも、区間優勝を果たし、また71年のブエルタでは、総合集を10日間も堅持した実績があるが、1974年から在籍することになった T.I. ラーチームの監督で、6日間レースでは、 長年にわたって第一人者として君臨したペーター・ポストがパイネンはロードレースでは時折退屈そうに走っているように見えたという点を見逃さずそのことがあって6日間レースにほぼ専念するように進言したという1987年に現役を引退引退後は生誕地の北ブラバント州でホテルを経営していたというありがとうございます